内外を問わず多分外敵来ると思うんですよ、やっぱ勝負の年だと思うんで、ガンガン突っ走ってライズの強さの基盤になりたいです。目の選手と一勝一敗ってインパクトが薄い、絶対落とせないし僕の魂見せつけたいです。今年のメインイベントは僕です。途中からも楽しむことができなくなったっすね。KO しかないと思ったから最後行ったんですけど、爪は甘かったっすね。3月5日後楽園ホール。